今回の、九州旅編、はい、予算をお渡ししたいと思います。予算、はい、本州さようなら、また戻る日まで。もう明太子コーナーと馬刺しコーナー。宮崎白浜キャンプ場です。感動。ハルピーお金余ってる。わかんない、そろそろ数えようかな。おおすごい、なんだこの景色。このバサソー、バサソおはようございます。おはようございます。眠い。朝です。朝です。始まりました。始まりました、ついに、はい、九州旅編です。イエイ。第1弾でございます。はいはい。まあ、あのちょっと別でね、移動編の動画撮ってるんだけど、うん、あのまあそれは本当移動だけなんで、はい、今回から九州突入でございます。今いるところはですね、うん、山口県鯖川サービスエリアっていうところに今泊まってます。昨日だいぶ走って山口まで来ましたので、はい、今日ね橋を渡って九州へ突入できると思います。ちょっとね車の中ニコメリもいます。おはよう。目開いてる。ご飯食べたんだよね。ご飯もおやつもおしっこも終わりました。はい。で僕らもここで昨日は寝てました、車の中で、うん、今ねこう着替えとか日中はここに荷物置きになっちゃうんだけど、夜はここをベッドにして、うん、普通に寝袋で寝てます。電気毛布は、まあ、いらないぐらいかな今のとこ。全然大丈夫です、ね、冬用シラフで寝れば、うん、大丈夫かなっていう感じ、はい。まあ、起きたら寒いけどね。なんとかシェビー君壊れずここまでやってきました。ありがとうシェビーよ。ありがとうございます。太郎ちゃんの運転もね7時間ぐらい滋賀県からありましたけど、うん、まあ、はい、ということでですね、うん、今回の、九州旅編、はい、予算をお渡ししたいと思います。予算、はい、やっぱあんの。あります。せっかくなんだよ、めったに来れないんだよ。今回のゴールは熊本ウッズさんです。はい。そこまで行けばホテルなので、うんうん、もうお金使うことはないんですけど、はい、今月曜日です。金曜日までの予算こちら。うん、どうぞ。1個2個3個4個うわー、四国と一緒。一緒一緒。5万円。5万円、うん、だって5日間ぐらいですよ。1日1万円ぐらい使えるんだよ。あ、でも宿泊費込みね、うん、ご飯込みね。交通費だけ別です。お土産は。お土産も込みです。ニコメレのお土産もおやつもご飯も。だって持ってきてるでしょ。増やそうと思ったのに失敗しやがった。増やそうとするえ、そうだね、それじゃ足らないね。あ、そういうこと。なんだ、じゃあここで頑張るのか。でも確かに5万円で1日1回ご当地のものが食べれれば。食べれるよ、全然余裕。高いんだ、結局さ1000円以上するんだよ、サービスエリアとかでもさ。まあね、まあね、宿泊費と食費だから、まあ、そんなにだってね、食費で1万円使わないしね、1日でしょ、うん、だからこれで頑張ってねじゃなく、これぐらいで足りるよねっていう。まあ足んなくなったら熊本のパチンコ屋に入りますよ。ありがとうございます。はい、お願いします。お願いします。なんでそこにね、入れといてください。はい、よし、早速ね、食べたい朝ごはんがあるんだよね今、うん、この鯖川サービスエリア下りにいるんですけど、うん、なんか歩いて上りに行けて、そっちに海鮮丼と貝汁があって、はい、めちゃくちゃ美味しいから行ってみてくださいっていうお声をいただいて、ちょっとそれがもうだからすでに1500円とかした。そうなの。そうなんだ。でも分かんない、一番安い海鮮丼もちょっと安かった。足りるように。はい、頑張ります。うん、お願いします。はい、じゃあとりあえずニコメリさんご飯あげたんで、うん、ご飯、俺らもご飯を食べに行ったら散歩。そう、芝生がすごくて、うん、ここでこの辺で散歩できそうなんで、良さそうだよね。うん、戻ってきたら散歩にしようと思います。はい、ちょっと休憩しててください。僕らがいなくなるとね、うんちしたりするから。そう、いなくなった方が逆にいいんだよね。そうなの、見てない時にね、するんだよね、うん。
これじゃない？海鮮丼。朝から海鮮丼。え、それとも貝汁だけ食べるって感じ？あ、それもいいね。ね。うん。結構いきなり海鮮丼きついよ。あ、そう、ちくわも有名って書いてあったし、こういうかまぼこも有名なんだって。行ってみようよ。お朝食メニューになってるから、うん、これ貝汁定食。え、これ半分も。え、なんで？え、勝手に来たりいいよね。いいじゃん。資料請求は朝からめっちゃ多くて、つまり周りに生活が続いてどのぐらい何人ぐらいの方がいるかっていうのをほとんど食べてみる。まあ、その時期にいますか。杯杯うまい。下のがいいなと思うことあれば。めちゃくちゃ美味しい。でかいもん、かいじ。そういう方がするっていうんですね。コロナ前だと咳エチケットなんて言い方をしてましたけど、咳が出たりするときにはマスクをつけましょうっていうのがあったと思います。それはこれまで通りというか、意識していただければいいと思います。うん、あ、これ朝いいじゃん。ね、なんか程よい量だよ。ご飯とお刺身とか、ちくわ、卵焼きとか。美味しかった。いやいやいや、美味しかったね。美味しかった。貝汁やばかった。どっからこれ出てんの？お散歩行く？はいはい、メモ行くの？ニコやめり待って。はい、ニコちゃん散歩しようね。寝るの早いよ。ねえ、もう寝てる。寝るの早い。2日目にここで寝てます。この鯖川サービスエリアから1時間ぐらい、うん、で本州最後のパーキングエリアと言われている壇ノ浦、はい、パーキングエリアに行きます。 OK。 本州最後だよ。関門海峡にかかってる、その関門橋、関門橋、関門橋、ね、はい、橋を眺めたり、橋を渡ったり人生初のことなんで、ものすごい興奮しそう。でも九州は行ったことあるの？九州は中学校の修学旅行で行きましたけど。あ、じゃあほとんどないですね。これがハルピンリストです。本当はこのちょっと前の宮島サービスエリアとかね、福山サービスエリアとかね、行きたいところもあったんですけども、日が暮れちゃってたんで、瀬戸内海を眺められる宮島が見える、眺めよしって書いてあるこの宮島サービスエリアに行けなかったのはちょっと残念ですけど。暗かったからね。うん、真っ暗でも何にも。でも夜景はすごい、ところどころめっちゃ綺麗だった。うん、最後のパーキングエリア到着します。なんかもうヤシとか生えてて、南国か、福岡、もう九州っていう看板が出てきた時にめちゃくちゃテンション上がって、夜だったのにもう橋見えるじゃん、すごい。です。すごくない？でかっ。関門海峡です。よし、
休憩。休憩。おお。うわあ、また怖いの。うわー、やばい、こここんなに近いんだね、九州と、ね、山口県って思ってたよりね、橋はね短い長いっていうか、そう、でかくて短かった。写真撮ったね、みんなでね。あったかいな、結構気温高い。今日あったかいよね、19度って書いてあった。えそんなあんの。うん、なんでダウン着てたんだろう。私も来ました、渡ります。本州さようなら、また戻る日まで。渡るよ渡るよ渡るよ。開門海峡。あーでもあっという間や。すごい、めっちゃすごい景色。あっちが山口県。おー、なんかめっちゃ形がくっきり、すごい天気から船もいっぱい通るんだね。突入しました。福岡県に突入しました。福岡県、あー記念すべきこの1秒。隠された。隠された。ガソリン入れようと思います。早いね、今回2回目の、うん、まあ全然空じゃないんだけど、うん、入れておこうかな。はい、あれあれ、エナジェットのご利用。1万4,067円。はい、結構入りましたね。結構入りました。あ、こっからはブラブラ行く感じですかね。そうだよそうだよ。今2時、なんかいい時間な気がします。ちょっと今日は作業があるので、うん、暗くなる前に、車中飯だね。暗くなる前に着いて、うん、物産館かなんかでなんか買って、うん、車中飯を作ってお仕事してみたいな感じで、うん、やりたいと思います。まもなく筑後川、筑後川でございます。筑後川、代表する大きな川で、一級河川でございます。阿蘇山を起源とする筑後川が有明海に流れています。はい、こちらです。でかっ、でかっ、橋こっそ、橋ほっそでかい、広い、すごいですね。すごい、なんでこんな橋細そうなの。なんか駐車場がいくつかあって、うん、RV パークがあるとこはこっちで、うん、めちゃくちゃ広いよね。めっちゃ広い公園がね。そう、温泉と物産館もあって、RV パークもあって、普通の駐車場もあります。そうじゃん。
そして2個目入りに嬉しい芝の公園。これなんだ、はい、到着。あざした、あざした。こっちに道の駅っていうか物産店があるから、ここで夕飯のおかずを買いましょう。はい、お米持ってんだもんね。米持ってるよ。お米炊く？あ、炊飯器あるしね。うん、でも洗い物できないけど。あ、服、うん、あのアルコールの持ってきました、キッチンクリーナー。明日宮崎キャンプ場。そう、ついに明日は宮崎です。メインか、明日メインメインキャンプ場。そうです、行きたいってずっと言ってたところ。すごい、こんな感じで使っていいんだ。へー、なんかタオルも置いてある。朝いいね。ね、確かに。うん、こっちが RV パークで、ここに1番、2番、ここは有料なんだよね、スペースとしては。まあ、電源があるみたいな感じだよね。はい。今日は、今日はね、ちょっとこれから作業時間もあるんで、ちょっと椅子反転させようかな。はい、ちょっと散歩しようか。何買ったんですか？はい、公表します。工場直送。明太子。明太子買っちゃった。あと、高菜。ああ、高菜ね。油炒め高菜とおかずにフライドチキンって書いてある。はい、これチンして食べます。ご飯は炊きます。あとこれ、これが一番高かった。みかんジュース、温州みかんジュース、福岡県産ストレートってやつです。ストレート 100% 美味しそうじゃない。うん、これね、400いくらした。このサイズで。そう、半分こしようと思って、タロちゃんと。アルピンは散歩に行きました。あ、これこんなズームできる。あ、すごっ、画質落ちるのかな。めっちゃズームできる。へえ、こんな遠いんすよ、すごい。はい、完了です。後ろはこんな感じで、うん、スーツケースだけ溶かして夜寝る感じで、うん、そうですね。うん、シュラフはそこにぐちゃぐちゃっとぶっ込んであります。超簡単システム。うん、そしてこっちこんな感じで対面にしてます。まあ、これちょっとめんどくさいんだけど、一番広いからね、これが。うん、楽だよね、やっちゃえば。そう、もう寝るだけとかだったらやんないけど、うん、ちょっと時間があって作業したいときはやっとけば楽だよ ね、ご飯も、うん、ハルピンここでパソコン。でもできるよ、これ。これこうやって、うん、こんな感じにして、はい、こんな感じで。なるほど。で、ここにもドリンク置けるし、うん、便利なんで。まあ、ここはね、そのまま、裏ボックス、うん、冷蔵庫。はい。これほんと便利だね。めっちゃ便利。この位置ね。うん。テーブルにもなって。そう、このドリンクが置けるように丸く、型もあるし、うん、今2度、めっちゃ冷えてます。うん。うん、で、そのバッテリーはポータブル電源はこの下に入れてあって、うん、一応太陽光パネルからもらってるんで、はい、晴れてれば100ワットぐらい入ってくるから、うん、なくならないっていうね。むしろちょっと増えてくっていう。うんうんうん、ここに貼ってます。キャンプ道具と車中泊道具を完全に分けたっていうのがやりやすいですね、ボックスを。うん、そうだね。キャンプ道具はこのもうベッドたちの、あ、このベッドの下に全部入ってるから、そう、基本もうキャンプ行く時以外は出さないっていうね。そうですね。うん、あ、分かりづらいんですけど、あそこにフニーとその下にね、ボアさんがいます。作ってもらったやつなんです。はい、ボア作ってもらったんです。これすごいよね。すごい、これ手作り。なんかこの肌感とかまで。そう、ボアは素毛でピンクだったんで、うん、肌があれ飲む、みかん。飲む、大切に飲みましょう。どうぞ。え、いいの？うん、開けちゃって。みかん。いただきます。いただきます。うわー、濃い濃い濃い、おいしい。みかん食べてる感じする。うわ
本当だね、うん、だって 100% だもんね、うん、後ろの人がめちゃくちゃ気になるんですけど美味しい高級みかんなんだな。じゃじゃーん、アマゾンで買いましたよ、フォールディングケトルよ、こんな感じで蓋、収納時はめちゃくちゃぺったんこになるし、お湯を沸かせるっていうケトルで、なんとこの下のところは火が当てれます。一応容量的にはカップラーメン2人分作れるぐらいのお湯を沸かせるということで、いやもうこんなこんな薄くなるから本当に収納にめっちゃ便利。ポットがかさばってたんで、結構ずっとホーローのポット使ってたんですけど、なのでこの子がめっちゃ使いやすかったらこれからずっと使っていきたいと思っています。タロシはここで動画を作っております。すいません、すいませんって何ですか。はい、お米1合入れました。これでこれを押すだけ、レッツライス地味バレた。あ、全然聞こえてなかった。え、いいんだよ。ありがとうね、編集。いや、ありがとうございます、ご飯。はい、炊き上がりました。オープン。おほー、めっちゃいい感じ。いい匂い、すんごい早い、あっという間、失敗なし。トフィー炊飯器結構音するな。フライドチキンをチンします。炊けたね。炊けた、いい感じ。いつも失敗なく炊けるトフィーさん、ありがとうございます。じゃあ、いただきます。いただきます。片面太鼓、イエイイエイ。取っていいの、うん、すごい、やばい、これおいしい？やばいやばい、デリシャスデリシャス、やばいよマジで。なんでこんなおいしいんだろう。うまっ、うまっ、おいしいじゃん。これ工場直送って書いてあったの、うん、大根おいしい。魚うまっ。魚やばい、うん、あ、え、ん、魚とめえ魚魚と明太子合わせたら絶対やばい。やばい、うん、飛んでった飛んでったろ。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。九州深めの朝、うん、はい、ここは川の駅、羽小屋、恋ボタル、恋の国だそうです。そうなの、福岡県ですね。はい、ね、筑後市。はい、今日はこれから宮崎まで飛ぶと。そうです、はい、念願のキャンプ場ですね。でも宮崎白浜、はい、オートキャンプ場です。はい、3時間半ぐらい。そうだね、まあ4時間ぐらい見とこうかな、高速で。うん、はい、なんで今もう9時前なんですけど、すぐ出発してちょうどいいぐらいかなと思ってます。メリーのイヤイヤ期が始まりました。あ、もうメリーさんおいで。メリーメリー。痛くないだって言ってる。出発しました。よし。川の駅を出ました。足湯があったり、物産館もすごい、たくさんの食材とかお土産とか、珍しい名物、うん、とか、あとお惣菜とかもあったし、おトイレも綺麗だったし、温泉館もあって、入んなかったけど今日、うん、今日ね、だってシャワーあるからね。そう、
まあ2日に1回入ってる感じで、うん、なので温泉入んなかったけど、公園もめちゃくちゃ広くってすごく良かったです。やっぱ大移動を滋賀からずっとしてきたんですけど、うん、宮崎まで行ってしまえばあとは北上して宇都を目指していく感じなので、うん、移動的には一気にみたいなことはなくなります。今一気にやってる感じだね。今一気に行っちゃってる感じです。念願のキャンプ場ですよ。本当にもうそれこそいつだろう、もうキャンプ始めて1年とかした時くらいから、うん、カリフォルニアみたいなキャンプ場あるよみたいな、カリフォルニアのキャンプ場知らないけどなんかヤシがいっぱい生えてて海があって、でもさ、もう写真見たらね、うわここ絶対行きたいってずっと思ってたところにやっと今日行けるということで、でもう高速乗るんですけど、乗る前にちょっとコンビニ、あ、サービスエリア、サービスエリアでいいかな、ご飯の朝ごはんちょろっと食べて向かいます。3時間半ぐらい、チェックインが13時なので、はい、まあだいたいそんぐらいになるかなっていう。アウトは、アウトは11時だったかな。11時で、そこはコインシャワーもあるし、コインランドリーもあるし、うん、電源もあるので結構いろいろそこで、そこで一回いろんなことを整える感じで、はい、土日月で泊まったからもう4泊してるんだよね。はい、もう4泊してます。だから4泊を電源なしで来れてるっていうのは今回奇跡だよね。確かにソーラーの凄さ感じております。で、まあ、走ってるのもあるから走行充電もあるんだけど、冷蔵庫もね、今だからこれを走行で冷やせるように変えてます、うん、はい、意気込みのほどはここで気を緩めず事故を起こさぬように。そうですね、車が壊れないことを祈ってます。今のところ窓が上がらなかっただけ。窓は多分あの本当にスタンドの時に多分俺が腕でグッて押しちゃったからだと思う。今全然大丈夫着いたー、宮原サービスエリア。あれがうまかけんか。本当だ、いきなりステーキって書いてある。着、うん、いたシーンよ。着いたシーン。着いたシーン。よし。メロンパン。あ、本当だ、これ。うん、後で買いたいね。ローストビーフ丼薄くない？これ、あ、あ、なんか、え、すごい形してるもつちゃんぽん美味しいって書いてあったよ。へえ、もつちゃんぽん、博多のもつ。うわー、迷うな、うん、もう明太子コーナーと馬刺しコーナーだ。すごい、霜降り馬刺しとか、男の晩酌、何がいいか全然わかんない。大トロスライス、これも食っていいのか。どこじゃないけどどっちでこのもんば、これも馬刺しなんだ。来ました、熊本ラーメンと高菜明太ハルピンのはもつ、もつなんだっけ、もつちゃんぽん、もつちゃんぽん。やっぱり九州に来たらもつ鍋が食べたくて、すごくカロちゃんいい匂いなんです。そう、熊本ラーメン初めて食べる。でもなんか博多系に似てんのかな、うん、色が違うけど、なんだろうね。もキクラゲ入ってる、うん、いただきます。すいません、うまい、によって締めのラーメンも一緒に食べるみたいな。あ、美味しい。美味しい。豚骨？うん、焦がし豚骨系。うん。うん。うん。なんか
半分だから、ビール麺の太さ違うね、太郎ちゃんと。うん。ただいま。ただいま。何買った？あ、さっき言ってた男の晩酌セットの馬刺し。これ1800円とかだったんだ。そう、これ1800円ぐらい。で、あとコーヒーと野菜が取れてないか、野菜ジュースと馬刺しのタレ。はい。これなんか250円ぐらい。あと、じゃん。くまモンマスク。くまモンマスク。あとこれ、いやこれマジでいい、それいる？ドゥルルルン、おしゃべりくまモン。やば、高っ。え、2728円。高っ。うわ。足りる？またそういうの買ってさ、今6000円ぐらい使っちゃった。え、売店でご飯で2000円ぐらい使ったでしょ。もう一気に8000円使ってるやん今日。2個、おい、ニコ、カモモンだ。よろしく、斉藤、クマモン。え？宮崎に行く。よしだ、カリフォルニアで見たやつだ、ね、すごい、でかいね、やでかい。今高速道路降りました。うん、何これ、すごい。あー、来れたね、宮崎。太郎ちゃん運転長かったね。頑張った、ここは。あとここが終点だ。ロングロングドライブはとりあえず一旦、うん、あとは戻ってくだけだから。感動の舞い降り、舞い降りだよ、降り立ち、ね、すごい。まさにさ、カリフォルニアってこの感じだったよね。ずっとヤシが。You can't put all things asideThere's no way out, and God knows I've tried.宮崎白浜キャンプ場です。これです。うわ、すっげえ、すごい感動。メリー、おいでー。メリー。
到着。到着。ありがとうございました。はい、一番南の方まで来ました。あ、着いた。すごい感動しました。ここまでの距離、910マイル。マイルでしか出ないんですよ、この車。1456キロ。すごい。1500キロの旅です、約。今日はゆっくりキャンプしたいと思います。イエーイ。もう最高ですよ、このロケーション。本当に前から来たかったから、はい、もう感動してしまって、はい、すごくお値段も安いよね。安くて、海見えて。だってゴミ捨てなかったら4000円でしょ、4000円。電源とか使って。そう。で、レイト無料でしょ。そう。今はそういうキャンペーンをやってるので。あ、なるほどね。で、2泊目も無料。すごいね。ちょっとうちも2泊したかったけど、いやでももったいないからな。そう、組めなかったからやめたんですけど。いや、素晴らしいです。ペット OK で、売店もあるし。シャワーもあって、洗濯機もあって、電源もあったらもう俺ら一回ここでリセットできるじゃん。そう。カーサイドタープ持ってきてるんだけど、まあ、せっかくなんで、P4 テントね、シェルターテント張ろうかなと思います。またこれやってる、いつもこれやってる。なんだっけ、私ハエ、タロちゃんよくこうやるからハエの動きするねって言ったんでね。でも嬉しくなさそうだった。嬉しいわけないでしょ。終わった。ああ、結構疲れた。なんか今までの分の洗濯物もぐっちゃぐちゃで、ゴミもバラバラで、結構いろんなものが点在してたから、それを集めたりとか、そうね。整理するのにもすごい時間かかっちゃって。そうだよね。今回の乾杯ビールこちら。うんうんうん。ってる。電池は入れてないでしょ。原里サンセット。原里サンセット。あのビアゲインビレッジのね、コウスケさんが作ってるやつ。めっちゃ絵可愛くない？ね、この絵とあのうちの新しいシェラカップの絵を描いてくれた人が一緒のね。そう、あかねさん。うん。方でめっちゃ可愛いよね、このテイストの。そう、めっちゃ可愛い。なんかね、インスタ拝見させていただいて全部可愛くて。そう。このビアゲンビレッジのコウスケさんに紹介してもらって、そう。描いてもらったんだよね。ありがとうございます。ありがとうございます。無事に無事に泣いちゃう。ウッズさんが最終なんですけど、まあ、また戻っていく感じなんで、ここが一番今回の最南端です。思い入れのあるキャンプ場です、私にとって。思い入れ、そうだね。思い込み、思い込みですよね。思い込ん、初めて来たわけだから。そう、思い込んで思い入れてた、うん、はいはいはい。お疲れ。ありがとう、運転。うわー、喉ゴシ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 、喉ゴシゴシ、喉ゴシゴシ、現れた現れた。おいしい。あー、うまいいよね。うん、でも本当に思い描いてた通りのヤシの木と芝生と宮崎から見る海。確かに静か。タロちゃんがね、ニコメリにね、九州のね、おやつ買ってたよ。おやつ、九州のおやつ買ってたよ。九州ペットフード、ちょっと近い近い、九州のね、ペットのおやつだじゃん。なんだ、やったじゃん。優しいね。これは絶対美味しいから、やばいよ。ささみのおやつやばいね。お座りした、お座り、お座り。そう、待て待て待て、よし。絶対美味しいじゃん。いい匂いする。うん。これは絶対やばい。わ、わ、これ
もう缶詰の匂いと一緒。いいじゃん、外でこんな美味しいの食べれて。満喫しようね、ニコメリ。これです。これ買ったやつ、直前に前日に買ってアマゾンで直行で届いたやつすごいクッション性があって、うん、あ、すごいね。俺今なんだかんだ初めて中見たよ、うん、私が勝手に買ったから。すごくない？うん、すごい。クッションになってる、仕切りもできるし、まあ、これも持ってきたんだけど、はい、結構入るし、ここにメッシュのポッケもあるしで、うん、いろいろ便利なんだね、入れるのに。便利です。でこれなんか他にも、あとコンテナって言われてる大きさのやつとか、もうちょっと大きいやつとかもあるので、徐々に増やしていこうと思います。はい、わかりました。こんな感じで、はい、外風に外が、あ、めっちゃ綺麗に見えます。最高よね、うん。まあ、中はね、いつも通りこの対面にして、ここで作業とかできるようにしてます。これを買いました。ちょっと高かったけど、今回長旅だったから。サンシェードっていうの、なんていうんだこういうの、あのシェビー専用の形で出てて、しっかりなんかこの断熱材と防音材というか、なんかふわふわしたやつが入ってるから、本格的ないいやつ、うん、初めてこういうの買いましたね。そうだね、いつもさ結構作ってたんだけど買いました。そう、ここに貼ってるやつはいつも通り手作りのやつですよね。そうそうそう、横に貼ってるやつはね、これです。そう、これはそう、発泡みたいなやつで作ってるから、ここにはめるんだけど、こうやってつける、うん、このね、前のフロントの3枚だけいいやつを買いました。今日は一番快適です、やっぱりキャンプ場で。外にも荷物が出せてるんで、うん、そうだよね、広く使える車がね。ここ全部ライトつくんだね。ライト、あ、本当だ、すごいね。こんなのついてたんだ、きっと夜かわいい、うん、ここにね、シャワーとかトイレとかありました。あっちがキャビンねめっちゃコンパクトにまとまってていいと思うよ。クマモンいるあ、この辺の景色もすごいいい。わー、ほんとだー、 B3 やばい、あ、めっちゃ速くなっちゃったあ、風出てきた。行こう行こう。空がピンクになってきたね。なってきた。ちょっとこれするかな、こんな感じ。ちょっと色がピンクがついてきた、うん、すごいね。なんでピンクになる時となんない時があるんだろうね。俺もわからん。色がついてきたよ。もうちょいかな、時間、いい時間になりそう。本日の夕食、はい、こちら焼き鳥どうした、なんか引っかかる、まつげに引っかかる、なんかすごい植物みたいなやつ引っかかった。男の晩酌馬刺し、一人前なのかこれ。タレは、タレ持ってきてないな、どこにある、冷蔵庫に入れてましたよ。あ、タレ入れっぱなしだ、うん。これ高かったよ、1800円。うん、あ、でもトマモンの方が高かったあは、やばいなこれ、絶対美味しいじゃん。うわ、凝ってるでしょ、まだ。あ、そんなことないです。あ、
あ、いけそういけそういけそうです。うわー、これだけこれだけじゃあ、このままちょっと出しますね。うおー、やばいね。やばい、もったいなくて食べれん。これを混ぜ混ぜしますね。はい、今日は作ってみてよ、この霜降り。霜降りいいの食べて。食べて食べて。え、いただきます。わあ、やばいよ、やばいよ。これ。わあ、すごい。いただきます。凍ってない？全然。え、てかちょうどよく。あ、ほんと？わあ、溶けた。溶けて、ふんっていなくなった。タレも美味しいし、味も美味しい。イエス。うま顔が笑っちゃってるよ、めちゃくちゃ全部でめちゃくちゃうめビール飲んだ方がいいんじゃないですか。ありがとう熊本。本当だよ、ありがとう熊本。宮崎だけど今いるのは宮崎です。じゃあこれにエンジンかけて。はい、してくれ。ありがとう。ラストバタシ LB。 いや、いや、布団にもエンジンをかけます。うん、エンジンがあれば何でもできるよ。うまっ。弱火にする。うん、電気買えば何でも食える。うまっ。うまいね。うん、焼き豚にも合う。うん、九州でも八王子美観さんの電気を堪能しております。最強だもんこれ。最強ね、マジで九州の人にも食べてもらいたい元気。浴びすぎててやばい感じになって僕なんか儀式みたいになってカリフォルニアのさ、何ですか、似てる。そこでキャンプしちゃってる。しちゃってる。下にしてる人いたもん。いたいたいた。一人いたもん。一回も昨日かなったんちょうど昨日おとといぐらい。太陽が上がってきた。すごい。おはよう、ハルピン。おはよう。朝日が見れましたね。見えたね。うわぁ、起きれたね。出た。目覚ましより前に起きた。そうなんだ。うん、なんか明るくなってる気がして。おはよう君たち。おはよう。
よ。じゃあここに行こう。いいよ。今からお風呂に入って、うん、洗濯して洗濯です、はい、片付けしてみたいな感じで。そうなんです。今日はちょっと朝からバタバタ作業くんです。今日も天気がいいです。めっちゃめっちゃ天気いいね。全然寒くないね。うん、日は上がった。難しいの、折りたたみの。結構便利なんだけどちっちゃくなるから。蓋がはまんない。こんなもんな。蓋はまってんこれで。ああ、はまってんだよ。これでいいんだ。ああ、そうそうそう。当たっちゃいけないんだって見えないよ。でもそんな大丈夫よ。よっぽどよね。うまそう。出上がり。ぶっこ飯。うん。ぶっこみ飯初めて見た。初めて食べる。おお、しっかり2個分いける。この1リットルあるからね、このケトル。あ、すごい。チキンラーメン。ラーメンがご飯になった感じ。うん。こうした。はいや。どんどん最速を更新してる。それ食べたことあった？うん。あ、そうなの。うん。はい、出てきちゃいました。ありがとうございました。ありがとうございました。宮崎白浜キャンプ場さん。すごい。あれなんだ、島。何あの島。あれが青島です。 あれが青島か。はい、繋がってますね、道が。あ、そっちょっと興奮が実は、うん、トラブルってまして。そう、仕事でね。そう、後半2人ともずっとパソコンガチ打ちでなんかバタバタで。そう、しかも、うん、とりあえずまだ終わってないっていうね、そのトラブルが。そう、終わってないし、乾燥機かけてたんですけど、うん、2回ぐらい延長したんですけど乾かなくて。なので近くの青島にあるドルフィンっていうね、コインランドリーに移動して乾かしながら残りの作業をやってしまってそっから最悪だ。青島、はい、見たりチキン南蛮食べたりして北上して行きたいと思います、はい、高千穂の方にね。なんか一番来たいところに来て、うん、トラブルなんて余韻に浸る間もなくっていう感じでした。何も見れなかった。海とかね、見たかったけど、ちょっとそうね、ゆっくり見たかったけど、まあ青島行けばまた見れますんで、うん、やっぱり仕事しながら動いてるんで、はい、どうしても遊びばっかりは無理で。そうですね、はい、しょうがないですよね。しょうがないです。ちょっとじゃあ向かいたいと思います。はい、ものの数分で着きますので、うん、コインランドリーね。はーい、はい、青島に着いた。着きました。仕事を終えて、はい、洗濯も終えて、キャンプ場から近くの観光地だよね、島。そうです、鬼の洗濯板とかあるとこ、うん、ちょっと本当はね、ゆっくり見たかったんですけど、うん、時間が厳しいんで、ちょっともう パパッと見るだけ見て、見るだけ見て、そう、写真とかも撮れないけど、うん、どうしようかな。よしよし、ここはあとまっすぐ行けば着くね。あ、こんな風になってんだね。うわ、見えるじゃん、鳥。すごい。あっちが青島で、あの岩のところが上から見ると洗濯板みたいな。あー、なるほどね。すごいね、あれ自然なんだ。そう、すごい。なんでああなるんだろうね。なんでああなるんだろうね。すごいよね。すごい、そういうこと。これね、洗濯板洗濯板あー、すごい。すごい。あ、トゥクトゥク来た。あ、トゥクトゥク来た。あれで行
あれで渡れんな。ちょっとですが見れてよかった。楽しかったです。いや見たかったから、うん、よかった。すごいねこの公園。すごい、あっちのヤシすごいよ。こんなにこの時期でこの緑の芝すごくない？青島見てきました。今から小倉瀬頭店、念願のチキン南蛮を求めて旅立ちます。もうずっとずっと楽しみにしてたんです。で最初に小倉本店を検索したんですけど、駐車場が狭いとかないとかで、セビー難しいので瀬頭店の方に行きたいと思います。はい、ここすごいね。うん、すごいよ公園。うわ確かにこの辺は1週間ぐらい入れるわ。入れるね。なんかレンタサイクルとかもあったりするんで、楽しめる場所はたくさんあるかと思いますが、もうこの地を離れます。絶対また来るんだから。おー、みんな背が一緒、ちょっとずつ違うか。後ろがついちゃってるんで、うちやっぱ長いの、うん、うわすごいね、街だね。すごーすごい、マンションとか、うわー川でかっ、マンション作ってるまだ。そこ行けるか、結構いっぱいなんじゃないの。うわすごい混んでるね。確かに駐車場はあるけど、あスタッフさんなんだ。はい、気持ち20分のお料理が30分ぐらいかかります。ああ、わかりました。また今度します。ありがとうございます。すいません。すいません。ものすごく凝っていました。全然ダメじゃん。全然ダメだった。チキン南蛮、さよなら。いや、タロちゃんにまたタルタルソース作ってもらう。キャンプ場に向かいます、高速を降りました。降りてすぐの道の駅よっちみろ屋っていうところに今寄ってて、よっちみろ屋に寄ってて、タロちゃんトイレ行ってます。で、オートキャンプイン高千穂に向かってるんですけど、その前にスーパーに行きたくて調べたら、アズーロっていうスーパーが高千穂町にあるんですけど、口コミになんか刺身寿司鶏刺しがあるって書いてあって、夕飯にも良さそう、見るだけで楽しくなるスーパーですっていうことで、ちょっとこちらに寄ってからキャンプ場に向かいたいと思います。
ます。400m 先、スーパー左側にアズーロ。左側？左手。ありました、うん、アズーロ、うん。これです。アズーロ。到着。よいしょ。何があるかな。すごいね、いきなり街になった。4時朝のカレー飯8時ぐらいに食べてから、うん、ね、もうお腹減ったから4時です。でもさっきのスーパーでさ買ったから、あのめっちゃ買った用意だけしちゃおう、用意して食べよう、うん、とりあえずね。なんかこんな感じでこうできればね、だいぶ広く使えて、うん、ほんと快適よね、うん、こっちはベッドです。で冷蔵庫に全部入れて、うん、で外はもうほんと簡単、椅子、テーブル、うん、だけで焚き火、このコンクリートにやるらしいです、うん、スーパー購入品紹介のコーナー普段ね、見ないやついっぱいあったの、念願のしつこい、はい、リベンジチキン南蛮です、はい、よかったね、よかった、美味しそうだよ、うん、チンして食べるんだ、鶏ハツ、うん、馬塩焼き、はい、うん、ハツ、なんとスーパーで珍しい若鶏の鶏のたたき、うん、タレ付き、これも宮崎の、そう、はい、からの来ました、この量580円、これ安いよね、ね、からし明太子、うん、まあほら有名ななんかさあれは書いてないけど、うん、でもこの量で580円は安い、でもロシア産、ロシア産そうそうそう、だからそのいわゆるね、うん、みんながお土産で買う有名ブランドではないけど、でもだから安いのか、この量を食べれるからいいやみたいな、なるほどね、ロシア産ってロシアから一番遠いところにいるんだけどな確かに、とりあえずでも美味しいと言われるね有名なのを1日目に食べたんで、ちょっと今回はこれで節約しました、はい、結構お金ギリギリになってきちゃったから、ええそうなの、多分あのね、やっぱくまモン買った日やばかったな今いくらあんなと、内緒です、まだあるんですか、まだ、あ、ありますあります、あります、まあでも明日を超えられれば、そうだってあとホテルなんで、あ、そしたら全然大丈夫です、そうだよ、なんなら多分めっちゃいい感じのランチ食べれますよ、そうですよね、だって足りるような金額設定にしてるんですかと思います、もう最悪くまモンを売却します、やめてください、でも連れて帰りたいよ、よく出汁買うんだけど、うん、ゆかりの出汁、はい、初めて見て、うん、これご飯のお供です、昼食べれずだったんで、本当によかった、なんとか5時になっちゃうよかったの意味もわかんないけどそしてここのキャンプ場なんだけど、うん、こんな感じでフリーサイト誰もいません、うん、ドッグランだ、あ、そうそう、あそこにねドッグラン付きでちょっと後で2個目入りさん、うん、行かせてあげて、まあその代わり散歩禁止って書いてあった、こういうとこでしょ、うん、うん、で、そこに女子トイレ、男子トイレ、シャワー室あります、うん、ホット便座です、綺麗、
綺麗だし、洗面台もあるし、もうやばいです。止まらないね。うん。男子。あ、男子も綺麗ですよ。あ、めっちゃ綺麗。なんかロッジみたい。シャワー室綺麗。明日の朝入ろうかな。あ、いいね。うん。なんか新築も匂いする。ね。こう当てるじゃん、こういう。完璧。完璧。ありがとうございます。すごい。電気もつくし。うん、鏡もいっぱいあるし。いやなんか今日はね、もう一組しかいらっしゃらないということで、うん、あっちの RV パークなのかこっちに来るかちょっとわからないですけど、うん、貸し切り状態ですね。いや、よかったね、うん、乾杯ビールは桜ビールで、桜ビールです。大正2年より九州初のビール工場で製造されたんだって。すごいよね。我慢した、今日は我慢した。もうこのままいけるかもとは思った。あ、お疲れ。お疲れ。うますぎる。うん、このまんまでいいの、ご飯、うん、このまんま食べていいですか。いいよ、これに入れてもいいし。でもね、洗い物増えてもしょうがないから。今日これでいく、うん、ズボラでいく。ズボラでいいでしょ。もうだってご飯のお供、それ絶対うまいじゃん。なんだっけ、ゆかりだし。ゆかりだし、ちょっと食べていい。いいよ、いただきます。運転疲れただろうに。うん、これ飛ぶ。ない、なかった味。今まで出汁はね、何回かセールで買ってた。山形出汁強めだけど、うん、めっちゃ美味しい。ゆかりもちゃんと味する。いただきます。で、いいよ。でん、でん、タルタルもでん、うん、いただき。タルタルうま。うん、うわ、うまっ。お惣菜のレベル超えてない。タルタルがまずすごい、うん、嬉しい。チキン南蛮一応宮崎で、でもやっぱ外で食べるのがうまいよ。うん、そうだね、うん、あんな混んじゃったらさ、煮込めりもさ、心配でおちおち食べてるのか。今日暑かったし、20度とかあるんだって。うん、もっとあったかもね、こっちは。お昼ぐらい半袖でもよかったもん。うんうん、でも夜と昼の差は結構あるね。うん、うん、なんこれ、うまいよねこれ。うん、うん、我慢した甲斐がありました。見て、こんな安くて美味しい。うわー、うまこんな初のこの炭火焼き初っ、めっちゃ美味しい。初の初、初。じゃこりゃ、わわ、もうめちゃめちゃ炭火。うん、うん、ハツうま。あのスーパーのそばに住もう。あのスーパーやばいな。アズーロやばいね。うん、宮崎に来たかったボア。ボアさん、ボアさん、宮崎に一緒に行く予定だったので。うん、チキン南蛮もう一個食べたい。でかキャベツもね、タルタルと食べたらめっちゃ美味しいよ。散歩行く？散歩行く人、お散歩。待って、出ないで、出ないで。行こう行こう、これで行こう。うん、ダメダメ。ドッグラン、ここ、まあまあこれぐらいあれば全然ね、十分に止めるよ。もうあれ、なんか袋が、すごい芝がふかふかですね。
やばいお座りしてる。これ持ってきたんだ。これ持ってきました。すごい。よかったね、やっとボールできて。ミリのカタカタ具合。はい、終わりです。終わりです。太陽が沈んじゃうからね。運動でした。おはようございます。おはようございます。朝です。朝です。何日目かも分かりませんが。分かりません。おはよう。暗いね今日。今日はなんと初の雨が降ってます。雨降ってるのよ。えでん雨、雨、晴れ、晴れ、もう晴れ。オートキャンプイン高千穂、はい、はい、楽しみました。めっちゃいいとこだった。本当にシャワーも綺麗だったし、うん、お湯出るし、そのなんかキャンプをする景観を楽しむっていう感じでは正直ないけど、うん、泊まらせてもらう車中泊とか、まあ、テント泊でもいいんだけど、うん、本当に泊まらせてもらうっていう部分ではめっちゃ快適だった。めちゃくちゃ快適。オーナーさんもすごい優しいしさ、ゴミもね、あのゴミ袋代を支払いすれば回収していただけるということで、とてつもなく、はい、助かりました。安いしね。安いし300円ぐらい。なんだかんだ連続でシャワーも入れてるし、すごく良かったし、2個目にとってもね、ドッグランがあってめっちゃ良かったですね。めっちゃ遊んだね。めっちゃ遊んだ、ね、今日ももう雨降ってくるって言って、うん、急いでドッグランで遊ばせて、うん、でバタバタってやってたらカメラ回してなかったです。もう降ってたもんね、うん、そうなんです。でも朝もね、ちゃんとランしてきました。起きた時は日が差してたんだけどな。そう、いい朝焼けだったんですよ全然、うん、はい、ってことで、うん、ここから有名な観光名所である高千穂峡で行きたいと思います。高千穂峡、あ、でも結構な雨だね。ね、ちょっと雨の具合によるんだけど、うん、まあ、最悪人間だけ行ってパッて写真撮って帰ってくるみたいな。そうだね、感じかな。2個目りはちょっと無理かも。無理だね、うん、カート出してとか。そんななんか歩くんかな。あ、そんなじゃないけど、そんなじゃない。駐車場を止める、渡る、うん、ちょっと行ったら橋の上からその下の川とかを見れるみたいな感じで。なるほどね。そう、本当はねボート乗ったりできるっぽいんですけど、うちはやらないので、景色だけ一応せっかくなんで見てって感じですけど、これ以上雨が強くなったらどうだろうって感じ。どうだろう。全然雨予報なかったんだよね。あ、やっぱあれだよね、あのもう火沼夫婦がこっちに到着してるから、九州もう到着してるから晴れ予報だったんだけど。ずっとうちではこの話題で持ち切りです。なんでこんなに雨マークが増えたのか。ずっと晴れだったんだよ。だってそう、ずっと10日間晴れ予定だったんですけど、急に今日とか、おかしね、おかしねって言って、おかしね、あでーあでーということで、はい、まず高千穂、高千穂高千穂峡に向かって、まあ、ちょっと行けるか行けないか分かんないですけど、またそこから動画撮りたいと思います。はい、なんかそういう渓谷感が、シャトルバスも通るみたいだから大丈夫だとは思うんだけど、ちょっと弱まったか。うわっ、なんかすごいよ。そっち映しちゃおうかいいんじゃないの。あ、そうだった、自分の目だけで見てカメラ前向いてた。え、自分だけ。歩いて行ってる方いる。駐車場なんかね、3、4個駐車場はあるっぽいんですけど、ツアーとかなのかな。うわ、すごい、
すごいね。すごっ。怖っ。この先。これじゃない？これじゃない？300円。これか。ちょっと一旦。到着。なんか特別な場所に。トイレの前に。ここ使っていいよって。ねえ、優しい。ありがとうございます。よかった。初の傘。初の傘。チャイハネ傘です。はい、かわいいよね。うん。高千穂峡を見に行ってみたいと思います。うん、こういうなんか。すごっ。うん。岩に囲まれて、すごいね。すごいよ。ニコメリはちょっと。ちなみに外国人が多いです。ツアーみたいな。すごい。すごいな、ここが町だよ。うわー。変な形。怖っ。うわ、ここ怖っ。ボートに乗ってます。あ、ぶつかる。すごいね。すごい。ちょっと反響してる。綺麗だね、でも確かに、うん、うわー、あの滝ね、滝のとこ行っちゃったら。あ、それでみんなカッパ着てるんだ。怖くてもね、乗りたくないね。この辺だとこのぐらいの流れなんだね。あっちとかね。マイナスイオンざっぷり浴びた。アビデンス、アビデンス。あ、何言う？マイナスイオンアビデンス。アビデンス。結構歩いてきたから。うん。いい運動になったね。うん。車に戻って。次行くとこは。道の駅、遊ぼうの里釘野です。遊ぼうの里。あそこがすごいでかいんだよね。そう、もうね、熊本に戻って行きたいと思います。あ、遊ぼうはもう熊本？あ、そうなんで、はい。あ、そっかそっか。あ、そっかそっか。いや、うるさい虫。取られてる。うわ、大パノラマや。すごいすごい。すっごい、でっか。景色やばいね。ほんとだ、モンベルだ。でっかいモンベルある。の赤牛牛。やっぱあれが阿蘇の大パノラマだったんだね。そうだね。山々だったんだね。うん、すーごーい。どこに止めようかな。 RV パークもついてるからすごいよね。うん、ちょっと散策しようぜ。うん、すげえ、見てモンベルすごい。こっちが道の駅で、阿蘇山かな、うん、すごくない？でかすごいです。でっかいです。あ、お蕎麦食いたいかも。あんな蕎麦道場って書いてあったら食べたくなるよね。ね、お蕎麦と赤牛牛、赤牛が置いてあるって書いてある。赤牛牛。牛牛じゃん。つついたみたいな。赤牛は明日食べるんだよね。そうだよね。うん。だからそれ以外で。明日有名なところで、今金食堂ってところ。今金食堂ってところが有名らしくて。うん。そこで赤牛食べる。イエーイ。赤牛丼、確か2000円ぐらいするんだけど。あれ？お金ある？ちょっと後でこっそり数えさせてください。お金。お金はお金。すごい、来た。阿蘇まで来た。すごい。
あ、いいね。ハルピンさんはお蕎麦、僕はお蕎麦、あとご飯、はい、50円で、50円でもセールフに取ってくださいと、しょうがないじゃん。節約しなきゃ。すごいよ、景色やば、すごいね。いただきます。じゃあ食べてちょっと煮込めるよ、ドッグランに、うん、うまっ、うん、焼肉美味しいです、うん、お散歩行く、お散歩、お散歩、お散歩行く人、行く人、お散歩目も行くか、お散歩行く人、目も行くの、目を行く人、ニコお散歩行く、行く人、お散歩行く人。行きましょう、行きましょう。ニコ、ニコ、誰吠えてたの、友達になろうって言ってごらん、ほら、同じくらいで、やだって、もうほら、吠えたから、吠えたからもやだって、横目で見られてるじゃん。おい、仲直りしてこい、仲直りしてこい。すいませんでした。でももうずっと嫌われてる。はい。ニコダメ。ニコ。ニコ。誰？吠えてたの。ダメよ。吠えたの誰？あそこかも。一番遠いところに止めたのに。隣に止めてある。これ全部空いてるんですよ。あるあるなんだよねこれね。そう。出発です。出発です。道の駅あそぼうの里久喜の出てきました。うん。すんごいニコが大はしゃぎでした。めっちゃ走ってた。人んちのワンちゃんと遊びたいのか遊びたくないのか分かんない。うん。ちょっと怖いよね。ビビってんのか、ビビりだからさ、遊びたいけどビビってるみたいな、そう余裕がないんです、で吠えちゃうの、うん、メリーはもうなんか嫌そうだった。さっきの道の駅あそぼうの里で買っちゃったんです、これディリン、ジャージーヨーグルト、あそめっちゃ美味しそうだよ、タロちゃんはこれ買ってた、カフェオレ、あと水。あとね、これくまモン水、あれ、後ろ姿ててーん、くまモン水可愛くないですか、これ、これなくなったらまたこれに入れよう、あ、赤牛丼だって、よかよかて、赤牛丼、よかよかて、赤牛丼ね、そこあっちこっちね、看板見る、これから最後のキャンプ場に向かいたいと思います、うん、今日行くキャンプ場は、はい、ゴンドーシャロレーです、イエーイ、行ってみたかったとこです、はい、はい、ゴンドーシャロレーで今日はキャンプをして、明日はもうそのままウッズさんのイベントに向かうので、はい、今回が最後のキャンプ、はい、ということになります、雲海が見えるあれなんでしたよね、うん、どんなキャンプ場なんですか、ご説明しましょう、はい、ハルピンです、ハルピンさん、私なんかボケた今、ゴンドーシャロレーの魅力についてお話しさせていただきます。ゴンドーシャロレーはなんと絶景のキャンプ場でございます、雲海が見えると言われる素晴らしいキャンプ場でございまして、九州でも人気の指折りのキャンプ場ということで、 YouTube をご覧になっているご視聴者様からもぜひ行ってほしいというお声もいただいており、もう名前はすごい前から知ってました、ゴンドーシャロレーさんは、場所的にさ、うん、ゴンドーシャロレーか、うん、
ボイボイかみたいな。そう、それも聞いてたからね。感じだったんだよね。あとポリンポリン。ポリン。名前がなんか全部。ポリンポリンキャンプ場さん。名前が全部面白い。すごく行きたいところが多すぎてですね。そう。なかなか厳選できなかったんですけど、今回は最後のキャンプ場に近藤シャロレーさんを選ばさせていただきました。天気がねちょっとずつ回復してきてはいるんですけども、うん、なんとかその雲海がもし見れたらめちゃくちゃ嬉しいです。はいはい。雲海か。逆にさちょっと今日とか曇ってるから雲があった方がいいって感じ。そうそう、雲海だからね。うん。え？何ですか？いやいや、返事をしたまでです。までです。ゆうわーっ。いやいや、ゆる、飛ばしてるでしょ。いや見て、山。あ、山すごいさ。ずっと山に囲まれてるの。パノラマですよね。パノラマ、パノラマすごいよ。横にブワーって、ほら、こっちも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 。昔パノラマ写真ってあったの知ってる？うん、よく買ってた。あの、写るんですの。そう、2枚つなげ、横に2枚つなげたみたいに写るやつ。ね、ちょっと流行ったよね。流行った1回。すごい、道が揺れますね。揺れますね。念願の近藤シャロレ、最後のキャンプにふさわしい方、うん、いやもうね、ホームページ見ててね、すごいな、すごいなってずっと思ってたんですよ。そうね、うん、なので、はい、楽しみたいと思います今日も。はい、そして最後のキャンプはまたスペシャルなのでお楽しみに。スペシャルスペシャルキャンプスペシャルキャンプ。ハルピーお金余ってる？わかんない。いやいやいや、あといくら余ってる？そろそろ数えようかな。使うだけ使っている。数えてないのかよ。数えてない。すげえ。おー、すごい。これが野焼きですか？黒いよね。黒いんですよ。こうやって森林が育ちすぎないように、にしてるらしいですよ。焼くんだってね。うん、へー、すげえ。半端ないっすね。わざと焼くんだもんね。ねえ。どんな風にあれするんだろうね。見たことないけど。ああ、やり方。そう、燃えてちゃうわけでしょ。おー、すごい。おー、すごい。すごいっす。不思議だよ、黒くて。なんだこの景色。その景色の向こうにさ、街が見えるのもすごい綺麗。確かに。どのぐらいの規模を焼くんだろう。めっちゃ黒いもん。ねえ、どこまであれするんだろうね。すごい。でもこの黒いのが見れるっていうのが結構レアらしいよね。ねえ、そうそう。この時期だけしか、野焼きで黒いの見れないんで。あっちは緑の芝も広がってる。本当だね。あってよかったね。え、あったんだけど。なんか山のエネオスみたいなのを選んでしまって俺が悪いんだけどさ。値段も山盛りでしたね。値段も山盛りでした。しょうがない、しょうがないよ。タラちゃん、今まで頑張って安いところを探してきたから。182円だった。
頑張って安く入れたところから見たら40円ぐらい高い。だから5000円分しか入れなかった。もうそうしましょう、どうせ街へ繰り出すんですから5000円で27リッター高いね。高い。なんか本当にその知らないとこ来るとさ、この問題が結構あるんだよね。そう、だからその無人なのかセルフなのかいくらなのかとかさ、すごいいろいろ下調べするんだけどさ、急いで探すとさ、ガソリンスタンドがないとまた困るからさ。そう、あと10分ぐらいでキャンプ場ですね。そうですね。あ、なんかだいぶ今ガソリン入れてて思ったけど、だいぶ寒い。景色がいいです。いや、この辺ほんとすごい。これはすごいよ。すごい。こんなとこでキャンプできるなんて最高じゃん。ねえ。いやー、ワク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 。来たー、あ、書いてあった。近藤シャロレン。これ何だろう。今受付終わったのでキャンプ場の中に入っていくんですけど、軽トラについていってキャンプ場に入っていきます。ぐんぐん登っていきますね。ね、広いね。広い。なんかこのトラックについてって。ね、そうそうそう。このスタイルたまにあるけど。うん。めっちゃ広いんだろうな。すごい。景色すっごい。あ、すごい。広くない？キャンプ場。広い。久しぶりすごい、ここ犬間夫婦さんお久しぶりです。来ちゃったまた同じじゃないめっちゃ広くない？これ 6番だっけ。広っ。1回じゃあ装備じゃないからさ、そもそもあとインナーダウンしかないよ寒いやばいね、やばい、やばい、やばい、めっちゃ嬉しい涙出る、涙出る、めっちゃ嬉しい、やばすごいよ、ここで九州でしかもこれ、ね、これやばい、これやばい、すごい、すごい、え、あそこ通ってきました。なんかあの野焼きしたとこ通ったよ、ね、黒いところ、黒いところ通りました。なんか割と黒かったですよね。割と黒かったです、ね、焼いた後そうですよね、はい、ということで今日は日沼夫婦さんお二人とキャンプということで in 九州でこれやばい。やばい。やばい。5時ぐらいにこの光の玉が、はい、あ、これか。ライトアップするみたいな。これ作るんですか。それがなんか写真で見た限り、うん、ちょっとやばい、ね。どっち方面に綺麗ってこと。しびれる。しびれる。あ、光のあれライトなんだ。すごい、これ持ってきたんですね。すごいよね。これは郵送しました。あ、これ送りました。ヤマトです。あ、そうなんですね。なるほど。ホテルにマットと、あ、そういうことか。ポータブル電源を送りました、ね。はいはいはい。恥ずかしい。島、船いた。え、嘘。あれ、なんか島のちっちゃいのだけ。あ、本当だ、いた。絶対持ってこないと思ってた。いやいや、もちろん持ってきました。この子だけだと思ってた。ご挨拶ね。船次郎になったからね、めでたく名前が。もちろん。
二次郎に会うために、ね、初めて会えるじゃん。会いたがってました。うん、昨日からワクワク何度も動画に登場しております。喋ってます。タロちゃんが時々出てくるのが可愛いですね。素晴らしい。1時間1時間で終わった。まあこの間と一緒でだから早いっていうのはあるかも。そうだね、もう覚えたもんな。うん、まあ中ねこんな感じでセッティングして、でこっちは焚き火スペース。景色やばくなってきた。ピンクじゃんな、またピンクじゃんね。焚き火コーナーここです。景色すごかった、ね、うん、車から見た景色がすごくて、あっちにやばいよね。ニコメリスペースと、あとくまモンと、あとフニジロウとボアさん、この3人仲間、タロシン、ハルシン、はい、今日はそんなセッティングで最後のキャンプを楽しみたいと思います。悲しい、どうしよう。九州最後です。でも楽しむことにする。でもさ、最後やっぱここでよかったね。うん、よかった、うん、めっちゃいいとこだね。なんか水道はここに1個ずつついてるんだけど止めてるみたいで、冬でトイレの方のを使ってって流すのはいいけど、うん、出すのはダメですよ、うん、この竹で作ってあるポンポリンにライトが入ってて、うん、ね、全部光るんだよあれ。やばいよこれ。あ、でこの水道、あ、ここの水道が使えるよって。危ねえ、転ぶとこだった。カメラが、カメラ何よりカメラを心配してる私。トイレこっち。お、綺麗です。綺麗だ。めっちゃ可愛い。西海岸風だ、ね、これ面白い。これ面白くない。金剛記念公園、公園だったのかな。こちらの方っけの時に、金婚式の時に作ったのかな。あ、だから権藤さんだね。権藤シャロレか、うん、あ、そういうこと。なんかどういうことなんだろう。権藤シャロレ、権藤シャロレ、あ、牛、あ、牛の名前、牧場だ。そうだ、権藤シャロレっていう品種だ。うん、そうかも。権藤シャロレ牧場って書いてある。畜産で習ったもん。あ、そうなんだ、うん、でほら牛乳の瓶。そうだよね、瓶っていうのか分かんないけど、それをここでやってて、うん、やめて、あ、なんか入り口のあのあれとか牛がいたのかな。牛を飼ってた 牛舎と牛乳を作る入り口になかった建物あった。で、それでその後にキャンプ場にしたってこと。なるほどね、牧場だったんだね。じゃあここが、この巻き
タロレ。タロレ大丈夫？大丈夫です。タロレって何だ？シャロレみたいに。長いそれ。うん。今度はちゃんと行けそう。ありがとうございました。やばいね。やばい。写真タイムだね。うん。楽しすぎて止まらない。空がやばいです今日。すごいよ。すごい。めっちゃ綺麗。多分あっちも写真タイプ。しないでちゃんと食べなさい。はい。とりあえずこの後ちょっと一緒にご飯食べて、全然野菜を全然野菜そう、全然野菜をねしていきたいと思います。はい。明日ちょっとまた早起きしてきたら、うん、あの雲海とかも出てるかもしれないから、うんうんうん、撮りたいなと思って。確かに一応晴れ予報なんですけど、雲海が出るかどうか。うん。超って感じ。超って感じ。マジ。やばいね。まあ足買ってきてもらっちゃったよ。本当に。すみません。うちらビールで、ね。あとはこれがね。あ、そうそう。いただいてしまったやつですけど。有田家宮崎県産黒毛和牛のブロー。これも絶対おいしいよ。絶対おいしいよ。ハトリスマスいやすごいすごいですね。焼肉の肉みたい。すごすぎる。ね、3日連続で馬刺し食べてる。そろそろ馬になるかも。ここのすか？ここのやつ。ここのじゃん。これも初めて。1日目は居酒屋行ったんだよね。そうですね。着いた熊本市内の居酒屋行って。2日目は精肉店。3日目も精肉店けど違う精肉。なるほどなるほど。橋本。2日目が橋本と。へえ。で、今日が岩なんちゃら。岩なんちゃら、うん、まあ、やばいよ、輝いてる、ついやつやですよ。聖地だもんね、うん、やっぱ。あ、どうする？あ、これ、これ、これは、こうやって、こうやって、あ、おぉ、あ、いいですよ。いいのかな。大丈夫、交換しましょうか。いや、大丈夫、大丈夫。やば、消毒されちゃう。いただきます。食べました。うまっ。うまいですか？かわいい。好き。ちょっとハーブっぽい。なんか、あ、柚子なのか。ハーブっていうか柚子だ。その開いた瓶いただきますよ。パッケージのそのラベルに、あ、そうだ、2つ何かが隠れてる。隠れ文字。え、文字。はい、絶対マジで好きだと思った。隠れ文字があるとかなんとか。あ、見つけたかも。え、ちょっと待ってください。多分みんな絵が違うの。いや、一緒なんですか。え、1個は見つかってます？1個は見つかりました。
これも1個はね、見つかった。お注ぎですけど、後ろから行きます、うん、このやっぱ霜降り山上から行ってください。こっちのやつですね、はい、このバサソバサソバサソアソ、アソってなんか被ってるって、ね、一緒もうずっしりですか、ずっしりとろけそうなのが分かる。油がめっちゃいい感じに、いただきます。うん、いい油ですか。いい油です。あ、プリプリなのに油がある、なんか不思議な感じ、うん、これやばい、これはやばい、これはやばいです。いただこう、うん、やばっ、これやば、うわ、すごい、ビールだね、マジで溶ける溶ける。油の油って言い方よくないな、刺しって言って、刺しか、失礼しました。マグロの大トロみたいな、確かにちょっと歯ごたえはあるけど、あるけど半分噛んだらなくなる、なくなる。マグロいや、めっちゃ美味しい、すぐなくなった、うん、ガンガン食べてくださいね、2人。まだまだたくさんあるんで、これも、うん、これも違うよ。あ、そうですね、3種なんです。これが上赤身ね、これは特選とかだと思う。特選やばい。いただきます。うん、十分柔らかい。うまいっすか。うまやば、うまさ、うま、どうしよう。やっぱ刺し、いくらでもいけますよ。いけますね、うん、そう、なんかヘルシー、ヘルシーじゃない、なんだかんだ刺しが入ってきてる、うん、これも柔らかい、うん、柔らかい、むしろこの、うん、こっちの方が柔らかいんじゃない。え、感動がやばすぎ。え、でもこっちの方が柔らかいの？刺し、馬の刺しってちょっとコリコリしてますね。しますね。確かに。ね、溶けるとかじゃない。筋張ってますよね、ちょっと。でも上質な油みたいな。昨日か一昨日、昨日か一昨日食べたやつもそうだったよね。そうそうそう。え、どっち？油あるんだけど、ちょっとコリコリしてるみたいな。そうそうそう。普通しか切り方。ちょっと特選も。特選やばい。特選やばい。特選。特選あれ、さっき言ったのは赤身だった。はい、特選喜びっすよね。はい、匂いでご飯食べれる、やばいね。炭で匂いめっちゃ美味しいよ。多分キャンプしてる人ってみんな炭のこの匂い好きよな。やっぱり炭火がいいっすよね。宮崎、なんだっけ、宮崎地鶏、地鶏、うんうん、この感じ何なんですかね。ね、最高、独特だよね、美味しい。野菜なしでもいい。このちょっともやしと、はい、ちょっと野菜不足だからこの3日間ね。あ、いい匂いだったよね、うん、やばかった、うん、もう間違いない、めっちゃビールに合う。レモンサワーだけど。あ、レモンサワーも合うでしょ。合う、合うよね、めっちゃ美味しいよ。よかった、ね、ありがとうございます。めっちゃ柔らかい、はい、柔らかいんだ。入らない、嘘。え、嘘。あ、はい、いらないと思う。鳥でそんなことある？フニも食べれるわ。フニ。あんた歯ないけど食べれるよ。歯ないんだ、フニは。生でフニに話しかけてるの見れた。あ、フニ次郎は歯あるんですか？あ、フニ次郎は3本最近生えて。3本あった。うちの、どこに？うちのフニ。おはよう。おはよう。めっちゃよく出た。起きれたね。起きれた。沼吹雪さんとちょっと鼻息して、うん、日の出撮りたいねって言ってたから。もうね、うん、チラって見た。うん、焚き火つけるところだった。いや。めっちゃ早い。絶対寒くないんだけど。ね、全然寒くない。なんでだ。あ。あ、めっちゃ暖かいじゃん。うん、全然気温。あ、でもこれ、この
カフェオレ、これも熊本のだよ、ちゃんと、うん、いただきます。いただきます。あ、おやつ来た。おやつ来たよ。はい、お座りして。目で座って。お座り。よし。これ、買ったやつ。九州ささみ。そう、九州ささみ。ね、福岡。九州ペットフード株式会社。朝さ、もうゆっくり朝ごはん作る。朝ごはんも好きだけど、こういうなんかもうパパッと一瞬で食べれるのも結構好き。私の予算的にはこういう方がお金が余っていいです。はい。なんか来たの。トイレ前が見えないけど。前さ、前片っぽだけさ、列入ってなかった時あったよね。気づかないでずっとしてて。あれ、レンズ入ってなくないって俺が言って、あ、本当だって、そんなことあります？これ撮ればいいの？だいぶ片付けが終わりました。終わりました。あったかい。めっちゃあったかいね。うん、上着いらない。今この下半袖だもん。もう焚き火、その燃えかすがまだ熱いからそれだけ残してあって、こんな感じでもう片付け終わって行こう。メリー散歩行こう。散歩行く？お散歩行く？行く？メリーお散歩行くの？お散歩行く人？お散歩行く人？ブルーッ行くブルーッ行くだよ。ここさ、すごくない？参道みたいじゃない？すごい。この石の感じとかでしょ。うん、なんか参道みたい。へえ。すごいよね、だんだん。うん、 M こっちの景色すごいね。うん、あ、風車がある、あっちの。あ、本当だ、すごい。二宮くん、ちっちゃ。足すごいしっかりしてますね。二宮くんちっちゃいね。メリメリ頑張って。メリ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 頑張って。全部歩いたかと思ったよ。全然ここしか行ってないじゃん。うん、こっちまだいっぱいある。あるね。あるね。やばいね、うん、広すぎる。では後ほど。はい、後ほど大漢方。大漢方でもまあ先行ってみますよ、そしたら。あ、そうだね、行ってみて、うん、あ、俺ら大漢方はそれぞれが通過して、うん、じゃあ今金12時で予定通り、うん、まあ、またの LINE します。お願いします。はい、じゃあ後ほど。
到着。到着。やばい。やばいですよ。大漢方。到着です。疲れたね。これはやばい。すごい。野焼きの跡です。すごいね。うん。あっちがなんか展望台とかあってたよね。はい、ああ、あるのね。結構いっぱい人がいらっしゃる。うん、九州キャンプ旅編がここで終わりでございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この後はイベントのね富津山に向かって走っていくので、まあ、ここから1時間ぐらいかな。あのイベントの様子とかはちょっとどれぐらいこう動画撮れるかわかんないんで、うん、番外編っていう形で Vlog 撮ろうかなとは思ってるんだけど、うん、今日前の日なんですよ。明日明後日がイベントで、うん、3日間で1本とかになると思うんですけど、はい、番外編でちょろちょろ動画撮れたらなとは思うんですけど、うん、キャンプはここで終わりっていう形です。はい、はい、で、旅の資金5万円だったんですけど、うん、余ってます。余ってる。お1万円以上余ってます。え、マジですごいじゃん、はい、でもこれから今日赤牛丼を食べるんで、あ、それでも大丈夫だと思います。それが結構高い、4000円、2人で4000円ぐらいだから、余ったら使い切っていいの？したらなんかお土産買っていいっすよ。やったすごい足りたね。足りた。やっぱりまあキャンプとキャンプ場がねやっぱり安めだったのと、うん、あと RV パーク使ったりとか、そう、うん、あとはその九州までサービスエリアとかをつないできちゃったから、まあ、そこお金使わないしね、うん、っていうのもあったんで9泊10日とはいえ、うん、しっかりキャンプしたのは何日か3日3日ぐらい3日4日だからね、うん、っていうのもあって、そうだね、4回か、うん、キャンプ、そうで自炊できたし安いスーパー行ってまとめ買いしてみたいなのもあったから、そうそう、外食がだいぶ少なかったんだね。そうだね、本当だからサービスエリアしかない時だけそこで食べたけど、うん、あと朝とかはでもコンビニで買ったりしたから、そうね、結構抑えられました、はい、宮崎と熊本キャンプしてどうでした？まず食べ物がめちゃくちゃ美味しいし、あと絶景も多くて、本当に熊本行きますの動画を出してからここに至るまでいろんな美味しいところとか行った方がいいよってキャンプ場とかを教えてくださって本当にありがとうございます。私たちもね、うん、行きやすかったし、行きやすかった、キャンプもね含めて土地勘もない中でいろいろ教えていただいてよかったなって思います。そうだね、はい、でもまた来たいなっていう思いが強くて、うん、やっぱ全然見切れないから、まあそうだよね、結構すっ飛ばしてしまっているところも多くて、うん、寄りたかったのにあるから、うん、またいつかシェビーで来るの難しいかもしれないですけど、キャンプしにリベンジしに来たいなと思います、はいはい、またねちょっと鹿児島とかね大分とか行けてないんだけど、そう、その辺もねなんかキャンプ場あるって聞いたんで、うん、またリベンジしたいと思います、はいはい、さっきまで一緒に日沼夫婦さん一緒にいたんですけど、はい、またここから合流して赤牛丼を食べて、うん、ウッズさんに一緒に行く感じなので、うん、はいはい、熊本の皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。楽しみにしてます。無事に、うん、シェビーで九州まで来れたということで、うん、はい、ありがとう。運転、いいえ、これからまたね帰りもあるから、そうだね、安全運転で帰りたいと思います。それでは九州キャンプ編、長くご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました、はい、これにて九州キャンプ完めっちゃ声いい大漢方に完完完完さよなり、さよなり、斉藤でし でした。大漢方でエース、九州の皆様ありがとうございました。